皆さんこんにちは。ドライアイ MGD 論文数世界第一、東大病院や慶応病院でも外来を担当していた眼科医の有田玲子です。本日も眼科医有田玲子先生のドライアイ診察室へようこそ。本日のテーマはマイボーム腺が減ってしまうのはどんな時？涙の中の油を出しているマイボーム腺、上まぶた、下まぶた、合計約80本から100本近くあるんですけれども、この油を出す腺ですね、この油を出すマイボーム腺は一体どんな時減ってしまうのだろうか、こういったご質問をいただきますので、そちら疫学調査、そういったものを踏まえて皆様にその減る時をご紹介したいと思います。ではまず一番関係あると言われている要素が年齢なんですね。マイボーム腺はだんだん年を取ってくると減ってくるというふうに言われています。ですので毎日目を温めたり、まつげの周りをきれいにしたりというケア、それからまばたきをしてしっかり筋トレをしてマイボーム腺を鍛えておくという、そういったケア、トレーニング、そういったことでマイボーム腺の寿命を伸ばすことも可能になってくるというふうに思いますので、ぜひ年だからなとか年齢には負けちゃうよなというふうに諦めないということが大事かと思います。そして2つ目の要素としましては、実は男性の方がマイボーム腺が減りやすいということが分かっております。これは世界中のいろいろな疫学調査の結果からも男性がマイボーム腺が減りやすいということが報告されているんですね。男性ホルモン、アンドロゲン、そういったものとの関連も言われております。かといってですね、ホルモン剤を飲むとか、なんかそういったことをお勧めしているわけじゃないんですけれども、疫学調査的には男性の方が減りやすいというふうに言われております。そこはちょっと予防するとかいうのは難しいかもしれませんので、やはりですね、ホルモンのバランスっていうのはストレスとか自律神経のバランスが崩れるとホルモンのバランスも崩れてしまうということがよく知られていますので、なるべくストレスをためないように、それから運動をしたりして自分の気持ちをですね、豊かにというか安定した状態でいるようにするのがおすすめかと思います。そして3番目は脂質異常症の方、それから脂質異常症の治療をされている方っていうのはマイボーム腺が減りやすいということが分かっております。やっぱり油がドロドロしていて、このマイボーム腺の出口に詰まってしまうとマイボーム腺が萎縮しやすいです。油が出ていきにくくなると結局使えなくなるので、肺溶性萎縮、日々使っていないとその線が無駄なものだというふうに勝手に脳が勘違いして、そしてマイボーム腺を払い箱にしてしまうというシステムですね、アトロフィー、そういった状態になってしまいますので、マイボーム腺を常に動かし常に使っている状態にするということが重要になります。なのでその予防という意味でもケア、温める、洗う、それプラス運動、適度な運動をする、そして、お魚、青魚を、それからアマニ油、そういったオメガ3を意識的に摂っていただく、それがおすすめになります。4番目の減りやすい条件としまして、コンタクトレンズ装用となっています。やっぱりコンタクトレンズをしていただくことですね、コンタクトレンズをするとコンタクトレンズ自体がマイボーム腺に機械的に当たってしまって、マイボーム腺が減ってしまうということを考えられています。コンタクトレンズはしちゃいけないとは言わないんですけれども、あまり長時間はめっぱなしとかね、毎日毎日1年間365日、1日10時間以上といった感じで、酷使しないようにしてほしいということですね。やはりメガネとうまく併用して、コンタクトレンズの日があってもいいけど、メガネの日もちゃんと作っていただきたいというのが私のおすすめとなっています。最後、アイメイク、これも、マイボーム腺を減らしてしまう原因の一つというふうに言われております。
で、アイメイクをするっていうことは、マイボーム腺の出口の上にインラインメイクとか粘膜メイクということで、油の出口に違う油、お化粧っていうのは油ですので、違う油を乗っけて蓋をしてしまうと、マイボーム腺から油が出てこれなくなります。そうすると油が詰まって、そして機能が低下してしまう。肺葉静粛の状態に結局最終的になってしまうので、マイボーム腺がドロップアウトしてしまうんですね。なくなってしまいます。なのでアイメイクをしちゃダメではないんでしょう。でもアイメイクをしたら必ず一日の最後にきれいに洗い流すということをぜひやっていただきたいというふうに思います。でまたアイメイクをしない日とか、またアイメイクのやり方として粘膜まで塗るメイクはいつもしないようにしてほしいんですね。そういう日がもちろんあってもいいんですけれども、毎日粘膜メイクとかインラインメイクじゃない方がおすすめとなっています。では本日のまとめをさせていただきたいと思います。マイボーム腺が減るのはどんな時ということで、マイボーム腺が減るタイミング、1、年齢が上がっていくと減りやすい。そして2番目、男性の方が減りやすい。3番目、脂質異常症、メタボリックシンドロームなんかになってしまうとマイボーム腺減りやすいです。そして4番目、コンタクトレンズ装用、コンタクトレンズを毎日毎日しないようにしてもらいたい。そして最後はアイメイク、マイボーム腺の出口を塞ぐようなアイメイクはしないでいただきたいということでした。本日もこの動画を最後までご覧いただきありがとうございます。この動画がためになったと思われましたら、高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。そしてベルマークをオンにしておいていただけますと、新しい動画の見逃しがありません。では皆さん、また別の動画でお会いしましょうね。さようなら。